金足をやし緑チンポンの先桜吹雪のエイジ俺たち全員合わせて金だらけ幼い頃人魚姫のように海の中で魚たちと共に暮らすなんて生活を私は夢見ていました。実際のところ私たち人間が海の中に住むってできることなのだろうか。地球上の生物は環境に適応しながら生き延びていく。それは我々人類も例外ではない。このクソ夫婦のように。誰がクソ夫婦や。普段はヤシしだけや。私はクソじゃないよ。大体何なその無垢じゃらのだらしない体。昔子作りした時はこんなもっと綺麗な体しとった。この体でお前のこと嘘ったやろいや。だからこんな子できてんじゃん。昔この裸体でだけあった子作りした時気持ちよかったですわ。私大して動くなかったよ、うん、この体と体密着してたわけやろ。そうよ。そこはまどんばボンバー。はい再婚してください。口づきを交わして。うわーうえー Fuck you ベロ。またや。俺たち人間は生涯のほとんどを地上で暮らしてるわけや。水中で暮らしようと思ったことないかい。それ魚じゃないもん。無理に決まってるやろ。お前エラ呼吸いつもしとるやん。パコパコパコやつしたパコパコ。でも前は水中で暮らした方がいいのかなって思ったことあるよ。だって前顔が魚みたいって言われるんだ。うなぎ犬みたいな顔してる。ほんとだ。俺たちスパイファミリーならずの失敗ファミリーです。そうです。やつし私の脇の匂い嗅いで。あースパイファミリー。そもそも人間の遠い祖先はかつて海で暮らしてたんですよ。でもうちらもさ、もともとお母さんのお腹の中におる時ってやっぱ羊水ってものがあるからさ、水の中で暮らしてるようなもんやよね。そうね。それが生まれた瞬間にもう水はダメになるわけ。お母さんの羊水もう腐ったよね。もうないよ。生理上がった。水中の中で住むには呼吸や水圧、塩分濃度とかが高いハードルがつきまとい、俺ら人間はこの地上で暮らしてるんですよ。一体そうと。やはり水で暮らしたなんて夢物語って思ったんですけど、今回なんとプールをレンタルしました。この動画の高評価よろしくお願いします。見てください。水中に生き続けるのは難しくても、トレーニングを積めば長く居続けることはできるんよ。例えば潜水の深さを競うフリーダイビングの世界記録の選手の記録は約 130m の深さまで潜ることができるんよ。ギネス記録で25分間水中の中に滞在できる人間がおるわけよ。それ酸素とかつけんと。そういうこと。そして夏、男女が出会うきっかけの一つとしてナンパがあると思います。前はそれを期待してる。俺もさっきナイトプールでナンパしたもんな。その後すぐにお持ち帰り。このやつしとはすぐに体の関係を持ちました。そしてリョウとマイが生まれたのです。はいはい。ナンパの基本はな、相手との壁を壊すことや。いまだに私壊されてないよ。お前みたいな女一番ちょろいね。だから私お金も取られてんや。何取られた。取られたよ。貯金全部使われたよ。そうそうそう。人間の皮膚は長く水に浸かってるとふやけてブヨブヨになってしまいます。プール入っとったらもっと長い時間入っとしてブヨブヨになる。お母さんもブヨブヨやけどな。海水のような温度の水では体温が奪われてしまって一日も生きていられない。だけどプールならできる。ということで24時間プール生活。不倫相手の北川さんより私じゃダメ。気持ち悪い。嫌だもんこんな親。気持ち悪い。ということでプールに入りましょうか。はい、行きましょう。行こうぜ。うわすごいプールやね。広くないこのプール。広い広い広い。あ、トンボも飛んだね。待って、すごいね。あ、多いね。なにゃ。お前ら殺す気か、バカ野郎。殺すか、バカ。なにゃ。何や海坊主。ドザイモンか。お前らいつも雑なんだよ俺の扱いは。おやはー、鼻に水入った。ということで皆さん説明します。このプールから1日絶対に出てはいけません。プールの屋内から出たらいけません。プールサイドにもう行ったらダメってこと。そういうこと。あ、そうなんや。はい、ということで全員シャワーを浴び終わりました。行きました。何で鳴らした今。プール入る前にやっぱ平行があるんだよ。なんでや。エチケット、エチケット。そうな、うん、うん、意味わからん。やっぱプールの中でお鳴らしたらダメ。でも社長よく中学生の時にプールでおしっこしてたんですよね。昔はオッケーだった。どんな風におしっこしてたんですか。あ、気持ちいいな。こうやってプル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 って泡ポカ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 って細かい泡が。さすがにうんこはせんかった。このおじじ二人の真似したらダメですよ皆さん。ババなんやお前。ババ原宿。今から全員一人一人飛び込んでもらいます。いいよ。じゃあまず俺から行きます。ということで飛び込んでいきます僕から。バイバイ。行ってらっしゃい。行きます。わあ。行きます。わあ。やべ、冷たい。冷たいんや今日のプールは。怖いんやけど。入る。俺のオープニング分かってくれたか。サウナ入った後の水風呂浴びるくらい冷たい。寒い寒い。人魚姫になった気分や。硬い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 。風呂上げしたら化粧取れて誰か分からなかった。入って行けよ。どうですか。マイ、はい、ポロリしてる。ポロリポロリ見えた今。やめてや。ピンクになんか星ぶどう。ピンク星ぶどうでよかった。お母さんみたいに光らびた星ぶどうじゃなくて。ナイチオッコー高畑です。行きます。行け。フリージジー大会出たことあるんだよ。いくよ。行け。フリー男。行け。フリー男。
まいちゃん潜ってみて、いくよ、せーの。どうですか、ここ谷間見えた。大丈夫、谷間ないから大丈夫だよ。うるせー、寒い。俺も飛ぶの、当たり前でしょ。寒いっすわ。ついこの間会社も飛んだのに。飛んだ、あ、そっか、倒産したもんね。会社飛んだのに俺も飛ぶの。私も無職になってんよ。今はまだ YouTuber としてやるよ。お母さんなんて無職の50歳のババアやよ。かわいそうじゃないか。ここの集団ニートばっかりやな。やべえ。はい、皆さん、ということでプールの中に入りました。ここに一日生活してもらいます。お前唇紫やで。めっちゃ汗だよ。汗かわいいわ。寒いっすわ、俺きつくなっちゃう、気持ち悪い。一回全員で息止め対決しよう。オッケー。誰が一番息止めてれるか。お前らみんなヤニチだから、前が一番肺活量そこに決まってる。せーの。あ、マイちゃん優勝。うわ、あたし5秒ぐらいで無理やもん。あたしなんかもう勝てると思ったもん。早すぎるって。俺勝てると思ったもん。いや、早すぎる。もっといける前も。そう、でも俺も実は声でかいの。なんで肺活量そんな少ない。あたしは一発やるから。あ、一発。瞬発力だけ。あ、あのお前らも一発できたからな。あ、そう、俺と前も一発でできたんですよ。一発で、あのヤッシュの射精一発でお母さん子供産んだんですよ。でもあんたらの懐かしいって6年とかそんなもん。お母さんなんて20年ぐらいまともに入っとらんよ。お父さんとお母さんのキス水中でも見たくない？見たい。できできごめん、ヤスシといろんなことしてきたけど水中でキスしたこと1回もないね。ないな。あ、そうなんや。初体験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 。ないわ。いろんな行為してきたけどこれだけはしたことないわ。あ、そうなんや。いろんな行為、例えば何をしてきた？水中セックスとか。夏休みで子供がいっぱい見たもんな。そういうこと。お父さんとお母さんには俺ら復縁してほしいよな。してほしいよ。だってやっぱり喧嘩するほど仲がいいって感じやもん。だって北川とも水の中でキスしたことないやろ。どうでもよ、ほんま。せーので。よくもない。夢覚めラッコです。何これ。私の娘に手出さんといて。まいちゃん、何やって。プールで2人に入るなんて、あの小学生ぶりやね。ちまる子当たっとる。ちまる子、ちまる子当たっちゃった。当たって何か当たったしや。興奮してるな。よくさ、夏休み小学校にプール行っとったやんけ。行っとったね。うん、行っとったやろ。で、ウォータースライダーも一緒に乗っとったね。うん、そう、やね、懐かしい。うわー、待って。はい、皆さん、調子はどうですか。寒いこれ、寒い。おい、おい、お前ら何やってんの。お前ら新崎一家プラス社長、誰かを忘れてないか。いや、またお前か。ここでバイトしたんだ今。うわー、何してる。寒いんだからよ。お前、壁に。お前ら、お前ら何本部しとらん。親子めっちゃ楽やよ。何も動かんでいいから疲れん。冷たい水が増してる。極寒なんすね。さっきより水が冷たい。俺の乳首立ちっぱなしなんだけど、みんなどうなの。それはあなたいつも風俗行った時そうでしょ。はいはい、じゃあ皆さん調子どうですか。5番じゃねー。イエーイ。お父さんにおんぶされると思わなかったピース。これちょっとちょお前らおんぶだ。なんすかあんたら。重たいってお前。おー、なんかオリアキロが泳いでますね。じゃあ一人一人どれぐらい泳げるか検証しよう。はい、まいちゃんから。はい、行きます。おお、クロールできてるやん。おお、いいや、いい感じ、いい感じ。はい、お母さん行きまーす。おお、いい感じ、泳げてるよ。ダサい顔。ダサ。さあ皆さんこっち来てください。じゃあ気持ち悪い家族やな、この3人して泳いで。楽しい。次に1回ぐらいでね、こっちまで行きたいと思うんで、みんな見ててください。おー、すごい泳いでます。おー、速い、すげえ泳ぐの速いな、この人。おー、綺麗な泳ぎ方するわ。おー、かっこいいよ。綺麗な泳ぎするわ。おー、すげえすげえ。おー、あれ、おい、おい、なんで俺が、なんで俺が、これ俺のポジションやねえか。お前なんで俺に言って。お前びっくりした。どういうこと、どういうこと。お前あっち行けよ。お前早くあっち行け。俺のポジションやと。お前なんでお前こういうのが言って。お前まさかさん、なんで私の心ごと知ってるんですか。
俺今山に芝刈りに来たらお前たちの声聞こえてな俺プールに突入したんよ。どうでもいいけどさ、社長荒木商事倒産したり、この人もうあれ無職ですよね。もうこれ荒木商事倒産したんですよ。嘘。1ヶ月無駄働きをさせようかと思って言ってないのよ。おい荒木、お前よ、お前ももしかして無職。え、僕は YouTuber なんでいいんすけど。私無職になったよ、さきさんも無職。こいつらもう解雇。僕どうすればいいんすか。知らんわ。いや俺シルバーとコンビ組めばいいじゃん。お前みたいに。こんなやつ一緒におれんわ。俺はもう一緒に降りたくないんだよ。お前なんて死ね。いやあっち行けもう。生きる生きる。お前大嫌いだ。触るなお前。触るな。大嫌いだ。ごめん。で今僕たちプールで24時間生活してるんですよ。俺じゃあ明日からどうすればいい。社長俺僕毎日石集めとったじゃないですか。時給500円で石集めるって言われたじゃないですか。あれはなボランティアだよ。ボランティア。街をきれいにする美化活動。とりあえず頭冷やそう。なんかいますよ。うるせえなお前のせいで。俺クビやお前。お前のせいでな、小さきエイジのポジションをお前に奪われてな。皆さんもうプールに入って3時間ぐらい経ってだいぶ早い減ったでしょう。早いお腹すいた。ということで昼飯をかけてある対決をします。うるせえよ、まあ、お前。お前今来たばっかりだろ。お前今来たばっかりだろ。お前うるせえな。ここはな俺のポジションなんや。小さきエイジは俺のポジション。お前さっき来たばっかり。お前やめた。お前ら喧嘩始めといて。うるせえ。ちなみにこの二人には娘がいます。お互い子供なんて言ってるんですか。娘いるんですよ、若い。娘いますよ。泣いてますよ毎日。え、娘さんなんて言ってます。桐崎英二の大ファンやから、お前はもっと桐崎英二で活躍しろ。俺チューバーに負けるなって言われてんですか。はい、俺なんてな、子供にな月2000円あげて出演させてもらってるの。俺あ迷惑よ迷惑よ迷惑よ。もうやめような、もうやめよう。お前ちょっと本当に風邪で痛い肩ぶつかってろ。お前肩ぶつかってろ。もうやめろやめろって。これで俺は桐崎英二のポジションにいるぞ。ということで昼飯をかけて対決をします。フラミンゴチームとスワンチームに分かれます。お姫様乗っていただきます。お姫様、お姫様とお姫様、ママ僕らがあちらから向こうまでゴールまで引っ張ります。それで先に着いたチームがご飯をいただける。荒木商事 VS 妹チームです。この浮き輪はあの奥まで最初にゴールさせた方が勝ちです。皆さん気をつけてください。あのゴールの奥は 2.5 メートルあります。よっ昼飯をかけてよーいスタート。いけ頑張れ。お始まりましたレースが。さてどっちが先に着くのか。荒木社長、社長、朝倉さん頑張って。行くぞ。早く。さてゴールまであと少し。半分を通過した。半分を通過したぞ。あ、前がリードしてます。前が一歩リードしてますよ。ちょっと遅い。さてどっちが先に着くのか。あ、前がもうほぼ勝ったようなもんです。ゴール。あ、お昼ご飯当たらんよ。はい、荒木商事チーム負け。到着せんねんけど。早く押してよ。もうこんな会社やめてよかった。潰れてよかった、このクソ会社。カメラで見てもらえばいいけど、信号棒がありました。ヤスシがフラミンゴを抑えてました。これ映してくれ。あ、なんか始まった、ハプニング。え、どうしようしよう。あ、久しぶりだ。営み倒れてフラミンゴから助けてもらってんけど、そのままヤスシバッタンって言って。久々やね、この体勢。そうやな。あー、いいね、口づきをかわしました。やすしね、俺らのフラミンゴ抑えたの。信号妨害。そんなことしたあんた。いやいや、もう朝倉がもううわーって。やすしは俺のリトルを掴んで何してたんだよ、お前は。信号妨害してない、してない。してない、してない。まずは、なあ、もう一回やる。決まってねえか、お前。お前は信号妨害一つは決まっとんねえか、クズ。おい、やめろ、お前。お前はやめろ、お前は。朝倉さん、なんでそれ髪長いんですか。俺今女装を目指してるんだよ。これ世界の女装家、朝倉女装家になりたいんだ。勝負に勝った君たちにご飯をあげます。はい、やったー。おにぎり、はい、全員で山分けしてください。この生活において食料は大事やぞ。こういう勝負ごとで勝ったのもらえんってこと。そういうことや。どっちしろ腹いっぱいならんや、3人でわけだから。食べたい。はい、どうぞ来てください。うまそう。すいません、舞ちゃんの食べた後。おい、えっ、
乾いた。いくらプール入って水浴びとるっつっても喉乾くわ。なんで喉乾いた。え、ただでやたらんがん。飲み物ぐらいいいやろ。いや、飲み物ダメっすね。ちょ、耐久しますよ。プールの水飲んでこい、プールの水。次の勝負、水をかけて、ビート板綱引き対決です。ビート板掴むのは朝倉さんとオールで。じゃあ俺、こっちのチーム入る。俺はキリパパンジだ。お願いします。舞ちゃん、お願いします。え、なんで私はない。長い付き合いの私じゃなくて、舞もさっきのチームでいいんじゃないこれ。うるせえな、ババア。お前なんかさ、一緒におったらな、ババア臭くなるんだよ、俺まで。このあられに障子はな、倒産したからな、お前のこともうサキさんって呼ばんでいいぞ。クソ、ババア。こっちの方が近い。残念なバスで。じゃんけんしようじゃないか。グーチョーヒャッ、おっしゃーっかー。お前、あっち行けよ、お前。さあ、ビート板に体を預けて。お前なんかな、溺れて死ねばいいのに、お前。本当に、お前も臭い人間やな。わかめお化け。うるせえ。さあ、お前、ちゃん頼みますよ。こんな感じでビート板に縄がつながってるので綱引きができます。絶対負けないよ、おじさんおばさんに。いやいや、あんたもおじさんやから。俺らヤングチームやぞ。ちょっとお前もクソジジイやから。クソジジイ言うな。皆さん準備 OK ですか。いきますよ、よーい、スタート。さあ、行きました。じゃあ縄に引かれていってます。すごい。おいおい、負けてるの。いっきー。 OS OS OS。 いいぞ。 OS。 さて、どちらが勝つのか。 OS。 行くぞ。さて、どちらが先に着くのか。やったやった。勝者朝倉。これでやっとようやくドリンクが飲めるぞ。やりましたね。やった。審議審議審議。おりゃ。おい、クソババア。お前なに、お前クソババアって言われた。おい、なに、お前クソジジイ。お前お前なしてくれるって、お前ジジイ。結局お前飲み物を飲めないんだな。おにぎりも食べれないし、飲み物も飲めない。もしかして私だけ。そうだよ、そうだよ。食べた私だけ何も食べられるし、飲めないの。見てしまう。だからお前みたいなやつが社員におったから会社潰れたんや。人狂はあなたや。何も獲得できない女。じゃあ営業も何も取ってこんしね。旦那も失敗。うるせえわ。俺旦那ガチャ。旦那ガチャ。旦那ガチャもダメ。旦那ガチャ失敗。関係ねえわ。お前。関係ねえわ。いや、私もう帰るわ。なら帰るじゃねえよ。帰る。深い。大丈夫か。てか、この人誰。わからん、見たことない。顔変わったよ。顔変わった。ラッキョウみたい。ピンチになっただけや。ラッキョウ。マジ怖かった。溺れるかと思った。溺れる。3人とも水の勝者です。どうぞ飲んでください。水分補給できますよ。レディファーストや。ありがとう社長、大好きだよ。あー、いいな、美味しそうやな。うん、母さんも飲みたい。喉乾いた。痛い、痛いって。朝倉さん、美味しいですか。ちょっと飲んでみる。マイク、俺。俺の目の前から本当消えてくれ。分かった。言ってくれ。分かった。はい、消えた。目の前から。はい、出てきた。はい、どうし。社長、こいつ何とかしてくださいよ。何なんめっちゃ昭和やな。舞ちゃん、俺と水中でじゃんけんしんけ。しましょう。社長、さっきバクテすごかったっすね。うん、でも乳首カンカン。プール生活を始めて 5,6 時間ぐらい経ちました。寒い。正直感想どうですか今。血色悪いもん。お前が声震えてるよ。俺も声やばいよマジで。やば。私なんかもうスピンになってしまってるからね。どうするのこれ。誰。ラブホでセフレと泊まった後の変な女。ハミュージンみたい。あのラブホ行ったらさ、あの隣に全く違う顔の女おるってやつやろ。そう、起きたら。お前と一緒にプール張ってるせいでな、お前の暗闇じゃ映ったかもしれない。うぜえわお前コンパス。うるせえお前。お前大体お前なんで俺と一緒にプール張っとんねんて。おい、やすしの映って、俺も映るじゃねえかお前の暗闇じゃが。お前うっせえお前。水中でも喧嘩するんだ。お前くそ。お兄ちゃんおんぶして。あ、俺おんぶしてあげようか。はい。あ、いい感じ。なんかお兄ちゃんの肌には触れんでもいいし。別にやすし、お前のスマホ預かったぞ。はいはい、やってやって。あらよ。投げた。で、前 DM ナンバーできてるからな。できんよ。もう悪さできんよ。トリートトリートDM ナンパできないっすね。なんやお前。俺のせいだよお前。俺。ああ。お前 LINE とかどうすんや。また太ったよ。ああ。
やばい。朝倉さんどこ行った？どこ行った？あーやっ。溺れてる溺れてるって。はい救出救出。はい掴んだ。大丈夫だ。大丈夫。はいこっちこっち。はいこっちも持ってこい。こっち。おすげえ。あやべえ。大丈夫。宿敵にそう助けられて大丈夫なの？俺。ポチェ。おポチェこんな。あやこいつ思ってるこれ。ポチェぞ。ダイエットしろもう少し。あっぽた。おぽた。おい。やばい。やばい。誰か119番 AED 持ってきて。1、2、3、4、5、6、7。あっ。あっ。あっ。俺どうした？俺どうした？オゴレさんが助けてくれたよ。お前よかったお前。ユウちゃん動いた。顔色悪いもんだって。大丈夫？オリオンがさ助けてくれた命の恩人やぞ。本当ですか？3分間ぐらい記憶はありません。助かってよかったお前。でも助けたオリオンさん。お前が。そう。しゃあねえ仲間だろ俺ら。ありがとう。おお。友情芽生えたぞ。ライバルだライバル。ありがとうオル。お前らよかった友情芽生えた。仲間やもん。お前仲間よかったよかった。お前最高や。よかったよかった。よかった。あそこでな、あのタオル。うるせえよお前。やったー。助けてくれたのにまたそんなことした？僕全く記憶ないですからね。こいつはもういない方がいい。マイちゃん見て。おー、いい感じですね。夏休み満喫って感じ。俺らこういうアウトドア撮影やっぱ向いてないわ。すぐ溺れる人も出るし、フィッシャーズにはなれんわ。あなたたち何してるんですか？楽しいなー。いや楽しいね、オルちゃん。おい、ところでお前何度言ったいでお前。お前やと思わんだねえか。あ、落ちろ。降りろ。ヘジーフラミンゴの首が折れてまする。見てこれ、水の中でも息できる。すごい。シュノーゲルをつけましゅよ。なんか似合わなかった。私のお兄ちゃん頭がでかいんですよ。私は頭がちっちゃくてお母さん的に産みやすかったらしいです。私のお兄ちゃんは頭がでかいのでお母さんのマーマルコから出てきにくかったんですけど、この私は顔が小さいし頭が小さかったので出やすかったらしいです。マーマルコから行きました？行きました。あ、可愛いですね。意外と似合いますよ。じゃあお兄ちゃん入ってください。いってらっしゃい。まいちゃん、プール生活快適ですか？めっちゃ快適でんけど、今までの動画で一番楽しい撮影かもしれん。マジで快適。この上のセミマジで一人で最高やん。ただ水分補給しないの地獄絵図だろ。え、そうねんけど、なんかこの上におったらめっちゃ涼しいからさ、別に水分補給せんけど、お前大丈夫。もう日差し強くなってきて喉乾いて死にそう。お母さん、なんか飲むは本当にないの？皆さん、ここに大量の水分があります。じゃじゃん。え、なんで？え、何？いつ持ってきた？ここで倒したらいっぱい水が出てくるんですよ。ここに黒ひげ危機一発を用意しました。この黒ひげ危機一発で剣を刺していって、飛んだ人一人だけが飲めます。これ全部ここに剣を一本ずつ刺していくんですけど、この黒ひげがピョンって跳ねたやつだけ飲めるんです、水分を。ということで剣を大量にばらまきます。ぽーい。うわ、お前こんなことしていいんか？先に持ってきた人ほど確率高いね。何回言ってもいいの？何回言ってもいいの？お母さん先行く。全部取ればいいの？よーい、スタート。どうぞ飲んでください。ぽーい。うれーうれー。あ、さくらー。あ、うれー。俺殺す気か本当に。俺お前の直属の上司やぞ。お母さん、これ何でしょう。ダダン。あれ、私のオンデプラザあるの？私の大事な。ちょっと言いそうだよ。ぽーい。 2.5 メートルプールに投げました。無理だし、お母さん。こんな恥ずかしいやろ、こんな。 A の70って書いてあるやん。 C の70。こんな恥ずかしいブラジャー走らなって取ったの。俺のお父さんとお母さんにやってほしいことあるね。水中の中でポッキーゲームしてほしい。何でもやるはよ。お母さんは嫌じゃないよ。大丈夫、嫌じゃない。肛門でも舐めてやるわ。何でもやってやるわ。お母さんの肛門舐めたことある？あるやろ。
え、当時のこと語って。なんで普通マンゴーお前ペロペロしとったらお前マンゴーペロペロしとったらこのままでいくやろお前もう寒いし頭回らねえんて寒いペロペロペロってその時どうだったんですか。気持ちよかったよ。一緒一緒一緒せーの。どうします。お、どう決めるよ。どうやってボートで寝るのが一番いいと思うげんて。ボート3台しかないよ。だからある対決をします。お金が大量にあります。このお金を大量にばらまいて一番高い金額をゲットした3人がボートで寝れます。この小銭をばらまきますので一番高い金額をゲットしてください。ばらまきますね。ボーイスタート。めっちゃ取れたよ。やば。俺100円。私も100円。俺200円。104円。え、何 ?105 円。おっきい金額ばっかり取ってんだ。嘘でしょ。小銭稼いどれ。嘘でしょ。あなた小銭ばっかり取ってるから。10円。社長と妹朝倉さんが浮き輪の上で寝れます。イェーイ。何で殴ったんですか今。皆さん今から泳ぎの対決をします。でこう泳ぐ対決勝ったら休憩の権利をあげます。1時間でも1位の人だけ。よーいスタート。ようやく1時間空中系。水中生活ってさ手とかめっちゃブヨブヨになってきたね。ほら見てこれお母さんの手。うわ白くない。見てください。お母さんの手がすごい白くなってます。皆さん一人一人今からかっこいい飛び方をしてください。おおすごい。皆さん一人一人このフラフープの中取ってください。いくよせーの。あ、まいちゃんのプリケツが見えた今。やめてよ。最悪でいいけど。これ晒します。じゃああなた何してるんですか。私もう寝てるよ。寝てる。あ、今から朝倉さんをマッサージします。まいちゃんのゴッドフィンガーで。ゴッドフィンガー。はい。なんか変だけついてるよ。変だけ。本当だ。変だけついてる。恥ずかしい。行きますよ。日焼け止めクリーム塗ってあげるけんね。はい。なんでこのハートマーク作った。え、朝倉さんが喜ぶように。朝倉さんのリトルが可愛く喜ぶように。気持ちいい。足足足であれ足であれ。おいしくなーれ。もえもえもえ。だからさ、あのこのオイル塗ると錯覚してあなたの股間で風船終わるんですよ。よし、やるぞ。ちょっと待って。いや。おい、ババアお前だけじゃん。ババアお前流してくれとんやとぶったな、お前。ババア言うからや、いつも。さて皆さん、今から手押し相撲しましょう。しかもここ 2.5 メートルです。落ちたらすごい深くて苦しいです。じゃ、とりあえず女の対決ってことで、女子の対決するわ。いくよ、よーい、スタート。お母さんに勝とうなんて100万人早いねんて。うるさいわ、そのお母さん。落ちた方が負けです、このフラミンゴから。えぇ、勝ち。はい、次朝倉 VS オールチューバー。はい、はい、次朝倉 VS オーリュー。一緒だ。ねえ、もう落ちたんですよ。死ぬわ、マジでこれ。娘さんが見守ってくれてますよ。これ娘のためにこれ頑張る。やばいやばいやばい。何してる何してる。お前どこ行くの。朝倉さん落ちないでください。そろそろ勝負つけてくださいよ。判決なってない。え、判決なってない。あ、なってるわ。二人とも隣り合って。さて、試合開始。お前すぐ落ちるよ、朝倉。あんた頑張ってますね。桐崎英二のパネル出たいんだよ。あんな下道に奪われるわけねえよ。バンバンバン。前の日は乗った。もう天に召されるな、お前。最悪この男。私の娘に何てこと言うねんって、朝倉。うるせえ、ババアどもお前。会社は倒産したし、お前らこんな子供みたいな頭おかしいことばっかり。お前らほんとクズの塊だな。第1回モグラ続き対決。ファイチョメチョメ。これ誰かメリットあるん。これ
俺らモグラだ。あんたがただ叩きたいだけやろ。おばさんおじさんだから運動不足かなって思うから、潜ったりしてちょっと運動してくださいということで、はい、やりましょう。スタート。ペラ。やめろ。あ、逮捕や。この人もそろそろ刑務所行かんだ。逮捕逮捕。痛い。よーい、スタート。何したこれ。どんな絵やこれ。何したこれ。バカみたいな絵やなこれ。もうこれ周りの人たちもマジで引いてますよ。もうプールに遊びに来てる人たち。え、アキヒロ。おー、妹と母を水没させてみた。さてどうなるのでしょうか。このプールのど真ん中で一体彼らはどうなるのか、彼女らはどうなるのか、見物でございますね。やばいやばい、空気が一瞬でなくなっていく。どうなるのか。おー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 おお、あいつらは生きて帰れるのか、生還できるのか、この夏休みをどうなる。開けました。なお何してくれたらいいんだよ。どうやった？お前らがのんきにさ、二人で寝始めたからさ、ね、こんなに明るいのにもう夜7時なんですよ。その時間の中寝始めたんで、ボートバッグ、ベッドを潰してやりました。ねえ、これ一番寝心地よかったのにふざけんな。もう使い物ならんよこれ。なんでこんなもったいないことするの、あんたは。これもう、着よう、もう寒いで。みんな。おるおるおる、大丈夫？ちょっと、畠山さん、助けてあげてよ。おい、おる。あんた自分の落としてんから助けてやるよ。誰か寝てやって。おるさん、おる、やばい、頑張って。おる、大丈夫か、本当大丈夫。ああ、やばい、白い顔しとる。やばい、人工呼吸するわ。うん、頑張れ、畠山さん。いや、頑張れ。さっきなんか白いが出てきたのが気のせいですか。知りません。死んどる。おる、人工呼吸や。大丈夫か。おお、初めて男の味。初めて男とキスしたんですか。初めて落ちた。あ、おる。え、白雪姫のように目が覚めたんじゃない。なんか嫌な夢見た。ね、あの朝倉さんとキスしたんですよ。お前キスったら死ねばよ。蜂がセックスしとるよ。これ蜂なん。蜂がセックスしとる。これさきとやっしーみたいな昔の。あなたたちもしたことあるわ。バックでしとるね。昔のやっしーとさきみたいやね。ほんと。はい、ということで皆さんもう7時半なんでもう疲れたし年景、このプール生活始めてから13時間経ちました。ということで全員が睡眠を始めました。ぐっすり眠っております。この疲労で何してるんですか社長。さっきの母乳でドッピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。ハクション。